たいんで、どうしても絶対に負けないっていう気持ちしかないですね。 120% 持ってこれるように頑張りたいなと思います。楽しめそうな気がするんで、それでこう武道館の舞台に立てたらいいなって思ってます。で、EXILE さんを楽しませられるぐらいの気合いとパフォーマンスで合宿を締めくくれたらなと思います。たくさん学んだこともあるんで、それを全力でぶつけられるように精一杯頑張りたいです。1週間やってきたことすべて出し切るしか考えてないですね。やってきた全てが果たせたので、絶対多分僕が向かって武道館に立つと思うので、悔いはないかなと思います。いや、もう全部出し切りました。自信はあります。持てる力を全て出し切った候補者たち。翔平翔吾と同じ感じかな。翔吾の成長率もやばいですよ。やばい、難しいな。選べないですよ。予想以上の10代の成長に驚かされたメンバー、悩み抜いた末、ついに審議が終了。新しい可能性もすごく見えた気がしたので、やっぱ全力でやるってすごい伝わるんだなっていうのをなんか改めて感じました。武道館へのイメージも固まってきたので、はい、素直にすげえなと思いましたね。本当に人ってこんな短時間に変わるのかなっていうので、この合宿がいい合宿になったんだなということを感じました。果たして日本高校での最終審査に進むのは、それでは発表させていただきます。なんかあと一品。